ラオスのブアンパパンという都市に来ております、美しいこの自然環境、それから古代の寺院がたくさんあるということで、非常にラオスの京都的な立ち位置になっております。観光業が非常に盛んな場所でして、経済的利益を受けて、で自然と文化の価値を保全する、戦略を模索しているということです。それではですね、少し、巡ってみたいなと思います。これが中心街にはなるんですが、基本的に、観光客を中心とした街づくりになってます。また、地方の方というか郊外の方に行けばまた、違ってくるんですが、お土産物とかね、観光客をターゲットにしたお店がたくさんあるわけでして、結構この辺は価格も高くて、現地からするとね、これだけ多分現地価格だと2食ぐらい食べれるんですが、英語の、文字とかあってね、非常に観光地化が進んでるのが分かると思います。昔フランスの植民地だったことを表すように、英語とフランス語に対応しているという看板が出ています。目の前に流れているのがメコン川なんですが、メコン川の目の前にあります寺院がワット・シェントンというところでございますね。もう入り口にはですね、結構大きなショップ街があって、お土産を売る人がいるということでございます。1560年頃に建てられたと言われております。で、数世紀にわたって、地元の人々の信仰の中心となってまいりました。で、仏教国なんですよね、ラオスは。で、仏教の教えを広めるために建てた。で、ラオスの伝統と文化が表現されているということでございます。で、観光客を含めて、いろんな人々がたくさん来ます。で、地域社会の精神性の中心として、それから仏教をの、教えを広める場として現存しているということでございますね。他にもこのルアンパパンの、中心街にはたくさんの、寺院がありまして、ちょっとそのあたりも含めて街歩きしてみようかなと思います。こんな感じでものすごく道端に、寺院が溢れているわけです。寺院だらけですね。歩くと常に寺院だらけなんですが、こちらもですね、結構、工事が行われているようです。ワット・センスッカラムっていうところでございます。で、ワット・センスッカラムっていうのはラオスの仏教文化を、体現しています。国王の家族のための寺院として設立されたんですが、今では違う目的になっておりまして、このね、ゴールドの見た目、それから装飾っていうのがですね、至る所にありまして、訪れる人々に心の平和と、静寂を提供していると。さりげない銀ギラ銀ですね。銀ギラ銀にさりげなく、横から見てもとっても綺麗に見えます。そしてルアンパパンは、他のラオスの都市に比べて非常にインフラがしっかりしている、印象もありますね。景観を大切にしているところです。ビエンチャンだとね、結構横の方とか、崩れてたりとかするんですが、この通りを見てわかるように綺麗ですよね。昔フランスの植民地だっただけあって、結構街並みが本当に、昔ながらの街並みを残してたりとか、意識はしていますよね、景観を。多分おそらくルアンパパンに訪れたら、皆さんの興味あることの一つだと思います。こちらでですね、象乗り体験ができるらしいです。続いてやってきましたのがラオスの国立博物館でございます。ここマップありますけども、 JICA の協力も入ってるらしいですね。で、同じように、韓国の協力も入ってるんじゃないのかな、これは。ショートパンツでは入れません。なのでですね、1万キープを払って長ズボンを買いました。こちらがミュージアムの中心街ですね。残念なことにこの中は撮影禁止でございます。こちらはですね、かつての王宮だったんですね。王宮を博物館として使っているんですが、ラオスの歴史、それから文化をに関する作品等が並んでいるわけです。行ってきた感想としては、2つかな、大きく挙げるとすれば、1つ目がとってもね、象というエレファントが重宝されているというか、尊敬に値しているんだなというのが、中の展示見ていただければわかると思います。象の壁画だったりだとか、
まあ、象の絵が描かれてたりとか、まあ、象に関するアイテムだとかそういうのが展示されてたり、とかですね。でもう一つが、まあ、社会主義っていうことでもあって、ソ連とか中国とのつながりが強い、中国からあの1960年代に、まあ、ラオスと中国の友好関係を示すような、弾幕が中に、展示されていたりとか、まあ、ソ連の方から、この絵を描くアーティストが来てで、ラオスの国王を描いてるんですよ。でそれがあの展示してあったりとかで、日本の贈り物だけやっぱり違うなと思ったんですよ。他の国々っていうのはこうなんていうんですかね、銅でできたものとか鉄でできたものとか、コップとかね、お皿とかをプレゼントしてたりするんです。日本だけはすごくディティールまで作って、作り込んであるような展示品を、ラオスに送ってるんですよね。かつての王宮だけあって、庭はねとても綺麗な感じになってますね。Google マップ上ではですね、一応クロスリバーフェリーと書いてありまして、まあ、乗り場が多分こことこの下ですね、この下と、まあ、向こう側があれ海上レストランかもしれないな、にありまして、で、あそこにね、車がちょうどついております。あんな感じでね、まあ、メコン川をこちらから向こう側まで渡るという、ルートになってるわけです。あんな感じで車の出し入れをしているらしいです。ダイナミックだね。人はバイク中心ですね、移動が。おー、ゾロゾロ出てくる。まあメコン川これずっとねカンボジアの方面まで流れてるし、タイの方まで、向こう側行っちゃうと流れてるんですが、まあ、結構意外に流れが速いですよね、うん。まあ、そんなところを横切りながら進んでいくという感じらしいですね。川沿いのね映えるレストランを発見しました。ちょっとここでしばし休憩ですね。はい、マンゴースムージー2万キープ、はい、10分後ドライカレーが出てきました。スムージーはもうなくなっちゃうぜ。ぬめっとしてるんだけど、ただこれめちゃくちゃいいドライカレーだ。この店の人ドライカレーの良さ分かってるわ。マジ川沿いはミニマーケットみたいになっててお店が多いですね。おお、メコン川に入ってる子供たちを発見してしまった。やばみー、すごいな。やってはいけないこともタブーも全部書いてあるわ。へえ。こちらがですね、ワット・マハータートっていう、まあ、比較的古い寺院でございます。でここはですね、あんまり観光客がいなくてすごい静かな空間になっております。でこちらは1548年に、建立されたと。この仏塔にはルアンパパン王国首相、等が遺骨がね、祀られているということで、ラオス王国首相の遺骨等が入っているということで、ラオスっていう国の歴史を知る上では、まあ、ちょっと見ておいた方がいいかなっていう場所なんですが、なぜか観光客は全然いません。こちらが本堂ですね。ここもここですごく綺麗なんですが、逆光で見にくいかもしれませんが、かなりね綺麗に、そしてなおかつ雄大にそびえ立ってます。で、観光地化されてるのは、本当に中心街のみなんですよね。数百メートルも歩けばすぐにこのような住宅街になります。そして5分も歩けば観光客はいなくなるし、森の道に早変わりするんですよね。たまにめちゃくちゃ豪邸があるっていうのは何なんだろう。結構ねこれスーパーの中で物流を見てるんですけども、タイと中国からのものがものすごい多いな。漢字がめっちゃ書かれてるもん。これだけ何経済的なつながりが強いのかと思ってびっくりしましたね。はい、この辺りに来ると外国語の、看板等もなくなり、ザ・ローカルっていう感じになりますね。もうとっくに昼なんですが、まあ、朝来るともっと賑わいがあるという感じで、ここは本当に、生鮮食品を取り扱ってる感じですね。こんな感じで、これがずっと向こうまで続いていくっていう。で食べるところも一定数あるっていう感じ。だいたい2万キープぐらいですかね。さあそれではですね、夜市にやってまいりました。夜市
だんだん暗くなりましたからね、行ってみましょうか。日本人っぽい人がいるなと思ったら、これ、韓国人っていう。こんだけリカちゃん人形並んでたら怖いだろ。遺体の保管施設かなんかかな。たまに日本語の表記があるのはあれかな、コーヒーとか日本人買う人多いのかな。うん、タイに比べて全然ね、多分タイの地方都市でも結構観光客ゴミゴミしてナイトマーケット混んでるじゃないですか。ウアンパパンは最高だね。全然あの値切りとかなんていうか接客か、あれもしつこくないし、観光客でごった返してないし、他の東南アジアのマーケットに比べて一品一品のこのレベルが高い気がする。提灯みたいなのが夜市で売ってあるんだけど、クオリティがめちゃくちゃ高い。ディスカウントはできますっていうか、結構ふっかけてきますね。一着5万から7万なんで、500円600円で、ふっかけてくるんですが、まあ頑張ればね、3、400円になるかもしれないんですけども、まあさっさと買おうとするといいねは良くないんで、だいたい500円ぐらいで一着買えるかなっていう感じです。はい、夜市のフードコートに、来てみました。で、まああそこの店の前で、オーダーして、で払ってこの棒を受け取るので、でそこに取りに来るっていう感じですね。野菜のご飯、ベジタリアンでいきます。今日はいただきます。間違いないですね。お腹がすごい空いてるってほどではない時にちょうどいいぐらいの味の感じ。さあ夜も、8時頃になるとかなり、老けていい感じのナイトマーケット感が出てきましたね。はい、ルアンパパンいかがでしたでしょうか。2時間ぐらいでね、小さな町なんで、回れると思います。で、すごく観光業、やっぱり欧米系のバックパッカーが多いですね。観光業を中心にして発展しているのがよくわかりました。もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。はい、早速やってまいりました。ルアンパパンの国際空港でございます。まあ、売店というかカフェがあって、現金のみらしいんだけど。で、非常に小さな空港でございますね。お土産品が買えるらしいんですが、いいねかな、ここも交渉制度か。もうお茶で8万キープですよ。あれに至っては100万キープだし。保安検査と出国審査を抜けてきました。ラオスはね、出国カードを書かないといけないからめんどくさいんですが、こちらの空港見てください。ほとんどね、冷房が効いてないです。しかもね、このねバスターミナルみたいな待合室でして、プライオリティパス使えるところは死んでます。